はい、よろしくお願いします。ということでですね、本日は2023年シリーズ2森友哉選手、初勝利屋台やっていきたいなと思います。ということでですね、ファイナルミキサーで、なんとか取ることができました。ファイナルミキサーの狙いが森友哉選手と田島選手だったので、ここね、引けたのかなり大きかったです。ファイナルミキサーの様子はショート動画で上げてますので、ぜひ、そちらをご覧ください。森友選手ですね、弾道パワーヒッター、ミートが B の78、パワーが B の77、ソウルが B の73ということで、称号で、ミパどちらか A が狙えますね。ミパ同値も一応リーグ的には可能です。この後1回だけ称号チャレンジします。シリーズ1と比べると、ミートがプラス1、パワーがプラス4となってますので、打撃ステータス的にも、当たったら基本継承でいいかなと思います。で、守備適性がキャッチャーとライトというところで、今シリーズからライト適性がついてます。ライト無難に守れるかなと思いますね。で、特殊能力がですね、チャンス20丸、パワーヒッターまではシリーズ1と変わらないんですけれども、第3特殊能力が、保守からプルヒッターに今回変わってます。これかなり大きいですね。3月下旬にプルヒッターの修正が入るので、もしかしたらこの森友選手がオリックス純正のキャッチャーで、メンバーに入ってくるっていうところもあるかなと思います。個人的に僕、プルヒッターに苦手意識がないというか、僕は全然つけてましたし、今後強化されるっていうことでしたら、トング選手からこの森友選手へのチェンジっていうことも考えられるかなと思います。で、ごめんなさい。ちょっと特殊能力がかなり中途半端なんですけれども、これファイナルミキサーで当たった関係で、極みの森友選手がね、もう一人いるんですよ。で、そこを、継承させるか、一応2体持ちで今後の素材として使うかっていうのをちょっと悩んでるっていうところがあるので、現状こんな感じにしてます。一応動画にするんで、プルヒッターだけはレベルマックスにしてきました。てな感じでですね、ちょっとキャッチャーで使おうかなと思ってたんですけれども、せっかくなんで、ポジションね、ライト追加されてるんで、今日ライトで使ってみようかなと思います。で、キャッチャーに、トングーさん使う?どうやろ?いや、ちょっとブーマーさん外して、ちょっと若月さん、最近まだ使えてないんで、若月さん使いましょうかね。で、キャッチャー4人並べて、で、打順はどうしよっかな。こんな感じでいきましょうかね。2番ライト森友選手でやっていきたいなと思います。はい、では、称号チャレンジやっていきます。パワーかミートどちらかが A に乗るか、ミパ同値とかになったらリーグ的にも使いやすいかなっていう感じですね。できたらパワー A にしたい。ということなので、極意書はもう5枚全部使います。お願いします。さあ、パワーかミートね、A に乗せましょう。さあ、どうなる?高級筆だ。高級筆だってことは、ミートが3上がってミート A になりましたね。いいですね。素晴らしい。はい、ということで、ミート A になった森友選手でリアタイやっていきたいなと思います。はい、では、お願いします。お相手の先発ピッチャーは千賀投手ですね。ということで、いつの千賀さんだこれは。チャンスがあるんでね、チャンスメイクもしていきたい。初球打ちさあ、森友選手。さあ、プルヒッター出て、ミートが75、パワーの82。森友さんのプルヒッター使うのは初めてです。過去にプルヒッターでついてたことってあったんかな?多分ないですよね。さあ、ライト森友さん。さあ、これさせ無理か。さすがに。いやー、やっぱイチローさんに比べたら、守備はきついですね。さよなら。さあ、気を取り直して2試合目やっていきたいと思います。さあ、ちょっと1点取られました。お相手の先発ピッチャー、山本由伸投手です。さあ、ということで、糸井選手、気を取り直していきましょう。シリーズ2の吉野なんで、フォークはなしだね。インコースは巻く感じで。あざす。さあ、2ついける?危ねえ。しっかりチャンスメイクして、森友さん。はい、何も出ないと。何も出ない、森友さん。とりあえず初ヒット。ちょっと振り遅れたな。でも、とりあえず1本打てたんでいいでしょう。振り遅れた。追い込まれる前に勝負を決めたいんよな。よいしょ。さあ、ライト、森友。ナイス。よう取った。危なかった。やっぱね、ライト一郎っていうのをね、経験してると、その守備が上手くないとすごくね、不安になるんですよね、ライトは。やっぱ一郎さんが素晴らしいんでね、守備に関しては。ギリギリに落ちてほしい。よっしゃー。はい、では、ロッテ純正の方とやっていきたいなと思います。さあ、リボン3つ持ちですね。で、お相手の先発ピッチャーは村田投手。いや、リアタイで対戦するのは初めてだな。よし、あざっす。さあ、チャンスで森友さん。さあ、チャンスだけか。でも、88、84。やれるね。まっすぐ来い。まっすぐ。よーっしゃー。ちょっとかすった当たりやけどタイムリー打てましたと。よし、やばい、トングーさんやばいトングーさんマジで打ちやすい。ナイス松中さん。いや、普通にしっかり守れるよし、じゃあ、森友につなぎます。森友にチャンスでつなぎます。よし。ちょっと久しぶりにゴンズィ打たせてみたいなと思います。ゴンズィ。さあ、プルヒッター。同じプルヒッターだからね。ちょっと待って。これ右打席でいきます。初球消えても、プルヒがあるからね。あざっす。いいねー。チャンスで回らずか。どうしようかな。ちょっと待って、考えさせて。いや、セカンドおらんもんな。セカンドいないから、そのままいきます。OK、さあ、ホームラン狙うよ。ライト閉まらんのよ。森友閉まらんのよな。はい、ということで、もうずっと千賀さんや。さあ、素晴らしいバッティングを見せていこうぜ。VS ワールドスター千賀。ほんまにもう千賀嫌。もう速い球しか考えないよ。うわー、振り遅れとる。さあ、もう終わりたいよ。疲れてきましたよ。さあ。まあ。いや、一回もフォロースルーでんな。オッケー。よし。この試合勝って終わろう。よっしゃー。松永さん最高。もう森友さんの、素晴らしいフォロースルーは、また次回以降の動画で、スタメンとかで使っていこうかなと思いますんで。で、またね、プルヒ強化されてからも改めて動画をね、ちょっとプルヒ持ってる選手をスタメンにしてやっていこうかなと思うんで、その時にまた続編みたいな感じでお楽しみいただければなと思います。よいしょ。ということで、この試合勝っております。フルボッコー。頼む、インコース来い。インコースじゃないけどああ、もうこれで許してくれ。よいしょー。